嵐とか接続切れとか気をつけてみんなで協力してやりましょう。レッツ人狼。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、人狼です。夜が更けました。人狼に気をつけ、誰が神、神、神、神です。あれ誰が押した？待ってください。もうこれ無理だろ。そこ、無理だろ。誰が押何してがですか？バグだな。これバグじゃね？僕は押したいんですけど、俺押してまあ、押したない。い人がいるんですけど、まあ、キャンセルでもよかったんですけど、何も押しどうしようねかな。押すわけねえじゃん。キャンセル、あんなタイミングしはバたグだ場ろ、多合ね、あ、じゃあ、配送にした場合、多分ね、誰が押し分。早すたぎかる分かんないわ。んですよ。なんで、ずっと押し続ける可能性、一応あるんですよね。最悪や。どうしようかな。押さねえまあ、押事した情人は聴誰取。か分かんないんですけど、とりあえずじゃあもう次押されたらキャンセルで続行しましょう。はい。で、嵐っぽい人がいたら別にその人つって、2試合目からその人、あ、それか、嵐がいたら通報しまくって下げればいいんで、はい、そう言っとけば大丈夫かなと思います。なんで、それでいいですかね。良ければ準備完了お願いします。4番さん聞こえ、あ、OK です。あ、じゃあ、配送ボタンを押されたらキャンセルで続行で、で、嵐がいたら通報で、はい、そんな感じで始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、SG1 にいる村人は釣らないですね。 SG1 って白と黒の使い分けてきてますか？村人は釣らないんですよ。聞こえない？聞こえない？聞こえねえのか？マジ？聞こえねえの？これ。マジ聞こえねえの？マジ聞こえねえの？やったと思うからね。のプレイヤーが発言発言からします。なんていうの、さっきからなんかボソボソ言ってるし。3かな、わかんない。3、4、次の時はもう、退出してもらいたい。まあ、なんですけども、どうせ対抗出てくるんで、まあ、皆さんはちゃんとしっかり精査してください。お願いします。7番のプレイヤーが発言します。
8番のプレイヤーが発言します。はい、どうも、ラビット陣営です。お願いします。7番さんはちょっと話聞こえてなかったんです。はい。で、5番さんも、5番さんは2周目です。6番さんは7番さん白。で、なんか、メタで3番さん、4番さん釣りたいです。みたいな感じで言ってたぐらいかな、正直。はい。正直そこまで精査落とせるかというと、落とせないっていうのが僕の現状です。なんで、もう正直、白角の霊能者さんは出てきてほしいと思ってるし、霊能者さんが芯出すことによって、太鼓の霊能が出ても、そこで二縄できるから、まだ、やりやすいかなと思っている。だから霊能者さんは出てほしいかなと思ってます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。9番です。お願いします。うん、もう、なんかよくわからんことになってるんやけど、8番と一緒なのは霊能者で出てきてほしいっていうことかな。うん、霊能者でできこないと、もうこの反面発言も聞いてないし何もできないと思ってるから、とりあえずグレイチ狭めたいと思ってる。2章でできたら釣り切ったらいいと思ってるかな。占いが、このまま1CO のままで霊能2章であればグレイ詰めからやから、なお霊能は出てきてほしいかな。その場合は騎士も出てきた方がいいんじゃないかなとは僕として思ってますっていうことぐらいですかね。うん、8番の色も落とせないし、7、5話聞けてないし、6は7白打っただけで、うん、あとは何も残してないしっていう感じかな。まあ、6の締めってそんなないんじゃないですか。だって、役にどう動いてほしいやとか、どういう精査するとか全く残してないですからね。ん？村、俺？うん、だから6は7白ったんやろ？うん、してるしてる。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。占い師です。9番さん、ランダム白です。お願いします。はい、まあ、7番さん発言なかったけど、まあ、チャットは、まあ、村とかいうのはやめてくださいね。まあ、次の発言で、それを証明してください。言ってくださいね。って感じですね。6、7については、まあ、聞こえなかったんで2周目って感じかな。僕、俺目線6、偽なんだけど、なんか、3、4がなんちゃら押したとか、まあ、その押した押してないっていうのは別にゲーム終わってから喋ればいいと思うし、なんかそれで余計な時間使ってたから、なんかボロ出したくないのかなっていう印象だな。で、6分、でもそ、強靭か、ローかっていう精査なんだけど、どうなんだろうな。ローだから、そんな風になんか無駄に時間使いたかったのか、まあ、どっちとも取れるんだけどね。だから、強かローかについては、6番さんについては分からん。はい。で、8番さんか、まあ、8番さん、まあ、普通のこと言ったかですし、グレーがまず、みんな聞こえなかったからね、正直。あ、霊能1周目絶対出てね。霊能出てください。はい。2番のプレイヤーが発言します。霊能です。はい、霊能です。まあ、このままに1番面で行くんであれば、もう1の新、6の新切り進行で行きたいかなって思ってるから、グレーから行きたいなって思ってるかな。うん、6って最後精査してくれって言ったよね。あなた3、4のその意味わからん精査して何精査できんのって感じ。うん、ならやる前にそういうの言ってほしいな。うん、やって。でからはもうちゃんとゲームに集中してくださいって感じですかね。まあ、あと、まあ、7にしろっていう時に声も震えてたし、うん、俺はもう6の新切り進行でいいかなって。なので、1番さんの、グレーを狭めて、いきたいなって思ってるかな。うん。まあ、だから、うん、8番に関しては、まあ、全く色落ちてない。まあ、前の3人があんな感じだったから、しゃあないかなって思ってるから、まあ、2周目、しっかり聞いていくんで、はい、お願いします。3番のプレイヤーが発言します。
4番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。八代です。まあ、一周目簡潔にいきます。はい、はい。5番のプレイヤーが発言します。うん、八代。ああ、いやー、本当にさ、何、配送ボタン押すの早いだろ。お前らタス切りって分かってんのが押したやつよ。うん。どうかしてんだろ、脳内大丈夫か。うん。お前らバグることないのかよ。タス切りしてんだろ、接続切れって言ってから戻ってくるんだから、配送ボタン押したやつ誰だよ。ほんと、そいつに票入れたいわ、今回。初日に関しては。誰だよ、ほんとに。病気の世界ですかっていう。このゲームでバグったことないんすかっていう。573がバグってるぐらいなんだから。っていうか、3番行くしかないんじゃない？普通に考えて。どうすんのこれ。もう、それとも占い行く？まあ、もう3、なんだよ、3番の位置のやつってよ。こいつ押したんじゃね？まだよ。バグってんだよ。本当によ。俺が村の時にやりたいに決まってんだろ。狼の時だったら配送ボタン押したやつをありがとうと思うけどね。村の時はね、ムカムカする配送ボタン押したやつだよ。俺は村で勝つために生きてんだよ、もう。6番のプレイヤーが発言します。まず6番、9番さんのグレーを見ていくんですけど、9番さんって言ったら、まあ、あれですよね。僕はこの中に、まあ、さっきは配送ボタンとかこの中押す人いなかったんで、3、4の中にいるからね、次の試合は再出させようって話にしたんです。で、それを突っ込んでくる9番さん、どういうか、釣るとか言ってませんし、まず。はい、でも、ね、僕目線、まあ、914ラインあるのかなって思ってます。4に関しては、まあ、特に考察も、苦労要素としては、特に、9でしたっけ？ 8白しか言ってなかったんで、しかも考察も全然伸びてなかったし、そこがまず苦労要素。1番に関しては、まあ、強い今回、対抗としてマジ強い。マジ天敵だから、今回は、まあ、僕はちょっと次に、2日目に、まあ、1番さんを叩けるような、まあ、考察していきたいです。まあ、頑張ってね、まあ、チーム目取れるように頑張ります。まあ、今回4釣り僕がしたいですね。まあ、0倍2番さんということで、まあ、なんですけども、5番さんの言ってることわかります。超イラつきます。はい、意味わかりませんね。はい、まあ、2番さんの意見、2番さんの意見もちょっと聞いて、まあ、釣る人、誰かちょっと聞いてみたいと思うんですけど、もう今回4釣りやりたいですね、僕は。お願いします。7番のプレイヤーが発言します。6番占い師なのに、なんか1番が、なんか、天敵だから、なんか4番行くみたいなこと言ってるんですけど、なんか発言に自信がないところがまず怪しいですね。まあ、そんなことより、接続切れから乗ってきました。なんだっけ。あ、占い師使用してるのって、1468なんですかね。1468だっけ。チャットで書いてもらえれば嬉しいです。まあ、1468だったら、まあ、146だけなんですね。はあ、そうなんだ。146か。まあ、6番つって、例の結果見て、っていう、まあ、まあ、ハイリスクなこと、やるのかな。僕わかんねえや。8番のプレイヤーが発言します。現状、3番さんが発言2周目なかったら3番さんって言います。で、4、6、どっちでもいいかなって感じですね、正直。4番さんに関しては、8しろってほとんど言っただけで、その他に対する精査がなかった。であれば、2日目に対する精査もないかなって僕は思った。だから4番さんはいいかなと思って。6番さんに関しては、自分が言った発言が、メタで3番さん、4番さん、そう言って、それに対して9番さんに対する殴り方っていうのは不当にしかないと思った。はい。だから僕はそれに対して6番さんは、それは違和感でしかないと思った。だから正直、どうやってもいいかなって感じ。正直難しいですね。5番さんは、3番さんを、なんかそこら辺殴りってる感じが、多分5番さん人狼はないかなと思っている。
で、2番さんは本当の霊能かなと思っている。だから人狼はどこなのかなと思ってんだけど、率直な意見で、6番さんの9番さざきっておかしいんだけど、9番さんも1個視点がおかしいとこあったんですよね。9番さんっていうのは、霊能を1周目出てくれと言った発言をしてるんであれば、俺のことを、その点では印象いいはずなんだけど、そこまで精査を通せなかった点がすごい違和感でしかないんですよね。そこが気になってるぐらいかな。7番さん、説得意義で。まあ、3番さん、チャットしてますけど、発言してくださいねって感じです。以上です。9番のプレイヤーが発言します。僕、8番さん、レノ出してって言った発言いいって残したと思ってんけど、言ってなかったら申し訳ない。言ったつもり。僕は6番から行きたいよ。8番が4取りをしたところから、4、8、ロー、ローっていうのは絶対ないから、4番って、教授で出てくる位置じゃないと思ってるから、4番がローやったときって相方位置どこと思うし、そもそもローでも強でも、あんな出方する三振読めて絶対ないと思ってるから、今のところ4番発言うんぬんじゃなくて、今日の釣り位置から外すと思ってる。で、6番の言ってるのは結局、何も、なんか村に対して、この村に対して何も考察を落としてなくて、4番に叩いただけで、で、1番強敵やから難しいとか言ってるだけで、6番のシーンって絶対終われへんと思ってるから、6番釣りからでいいと思ってる。4番はこの後の発言と2周目次第だと思ってる。それでも発言が伸びひんやったらさすがに真に追われへんと思ってるけど、今のところ釣り位置じゃなくていいんじゃないっていう感じかな。8番さんが一番白いと思ってる。熊さんメタで白くなろうとしている感じはあるけども、あんまメタで白くなろうとしている人は白く置きたくないっていう個人的な思いがあるだけやけど、っていう感じかな。7番さん発言残ってないし、7番さんも占い 4CO を普通に受け入れてるところがもう全然意味わからんし、っていう感じかな。占い 4CO やったら全人がいる質でしょ。それを普通に、そうやですよねって、いや、そうじゃないでしょっていうのは、7に対しては思ったかな。今日は6釣りを押しときます。1番さんは発言伸びてるだけで正直分かってないです。ただ、6番さんの芯が一番追えないかな。まあ、芯ないとこから釣っていきましょう。3番の発言なかったら3番もちろん釣りますよ。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。まあ僕もそうですね、8番さんが一番白いかなと思うんで、もし8が人外だったら縄が届かないっていうことになるのかなって思ってますね。まあ白老一ですね、8番さんが、ごめんだけど8番さん9番さん白だからね、ランダム白僕出てますから。はい。でまあそうだね、4番さんはまあ3周目に出てきてるんだけど、三正面で強靭で出てくるかって言われたら、ローの方が多いんだけど、四番さんってそれを理解せずに、ただ単に三正面に出てきて強靭なんじゃないかなって。ローだったら生存良くなさすぎるし、考察落としてないじゃん。って考えたら、まあなんか三正面に出てきて、そのなんかメリットとかも分からず適当に出た強靭なんじゃないかなっていう感じかな。6番さんが無理やり9番に黒塗りしようとしてる点からも、6番の方が生存欲高く感じるから、6番って人狼なんじゃないかなって思いますね。相方どこだろう。まあ3番は、でも3番がもし、2周目も発言がなかったら、俺3番釣りからいいかなと思いますね。はい。もし3番が発言があれば、6からでいいかなと思います。で5番については正直、なんかすごい感情、自分の感情でなんか、その、喋ってたんで、まあ、精査きついですね。わかんないんです。で、7番についてもなんか場面把握してなかったから、めちゃくちゃこれグレーめちゃむずいっていう印象ですね。はい。今日6から言ってください。発言なかったら3から言ってください。以上です。2番のプレイヤーが発言します。あ、そうだね。7の把握漏れ。まあ、普通になんか聞き漏れとかなら俺見逃すけど、だから、1468が、じゃあ占い出てるんならもう全人が出てるでしょうって、感じだから、まあ、7も怪しい。で、6は、もう3、4に関して触れるな言ってて、まだ触れてるしね。で、1が、何、強敵ですねって。死ん取る気ないっしょって。今日6でいいっすよ、6で。6でいいわ。4って心境かなって思うけどな、俺。だからちょっと4番残したいなって。ローでその発言しか残してなくて出てくるかなって俺思ってるから。まあ、芯もあるのかなって思ってる。6に関しては芯がない。
てとこうかな。あとそうだね、まあ5番さんはパッション感じたかなって感じだからね。うん、3つらなくていいっすよ。うん、6でいいですよ、6で。はい。6の色見たいんで、僕。あとの片白に関しては、そうだなぁ。まあ、4、8がないってところぐらいかなぁ。8は1死んで見てんだよね。まあ、6でいいですよ、今日。はい。3番のプレイヤーが発言します。お、4番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。1周目考察しなかったのは、7番がこの接続入れと、その3番も声出せないのと、材料が全然なくて、そうですね。6と1どっちが人狼ローで強化わかんないんですけど、6つるということなんで、今回6に入れます。ってなって、まあ、6の、そうですね。6が強だと思うんですけどね、僕の中で。はい。接続切れはこれ、どうしたらいいんですかね。まあいいや。ナイスは。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。はい、皆さん目線4強って見てるんですよね。そしたらもう1絶対つってください。それは絶対じゃないと負けるからね。わかるね、色見てください。うん、4強だと思ってるなら僕の色見てください。エヴァイシャさんはしっかりね。で、これで白だったらもうこれ1人狼でいいでしょ。わかるやろ、それは。だから、次の日は絶対1つってほしい。それだけは確実に。で、まあ、グレー星座というか、まあ、3を置いてていいんじゃねって思ってる。別に3、皆さんの好きでいいんですけど、あ、ほんとすいません。不正、うん、なんか適当な叩き方して、ほんと、9番さんにちょっと、イラついたんで、ちょっと意味わからんって思って。うん、ごめんなさい、ほんとそこは。そこだけ謝っときます。まあ、5番さんに関しても、まあ別に、怒るのはしょうがないなと思いますよ、そこは。で、まあ8番さんも僕、あ、本当の城かなって思ってます。まあ次、1番さんの相方まだ、ラインがまだわかんないですけど、1級ラインもまだあるのかなって思ってますので、あ、みな、2番さんしっかりお願いしますよ、本当に。ね、あなたしかね、信じれる人ね、あなたしかいないんだから、この村で。まあ、僕目線7番さんいたんだけど、7番さん接続切れだから。まあ、次頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。4番のプレイヤーが発言します。はい、ご苦労です。接続系でちょっと困りますね。とりあえず3番にが喋れないので1が黒っつってるんですよね。1ずりずりっていうか1に投票します。そうですね。接続切れないことどうしたらいいんですかね。ちょっと、なんか、ちょっと案お願いします。5番のプレイヤーが発言します。うん。5番人外ね。小釣りね。2番、6番の色は何色よ。3番は何？ 3 番騎士じゃないですか？騎士じゃないんですか？使用しろよ。使用ないなら7騎士で置くぞ、置くからな。後から騎士って言ったも信用しねえぞ、もう。だよね。7騎士ね。7も騎士置きするからね。8、9で出ても俺も知らんから、もう釣るから、そいつを。2番守ってないってことは。出なかったら今出て説明してくれ。4番偽。最後に出た何者か分かんない。狂人か狼か。6の色は何色？もう7騎士なんでしょ？この7騎士で俺は置くからね、もう。悪いけど。今8騎士が出ない限り。4は偽という。PP ないんだったら4。1に関しては分からん。6が死んだのかもしれないけど、4は何者かの人外。1について分かんない。頭いで。7番のプレイヤーが発言します。8番のプレイヤーが発言します。今日は4番さんを釣ります。4番さんを釣って、明日3番さんを釣って。てか今日3番さんを釣ってもいいのかな？ 3、6で終わるのかな？それに関しては色わかんないけど、ただ、3番さんっていうのは、チャットでしかやってないし、そもそも発言という発言がないし、4番さんもそこまで発言という発言がないので、正直、村負けでもいいかなと思ってるし、僕は。はい。だから、5番さんを残します。3、4釣り切りで終わりです。以上です。9番のプレイヤーが発言します。もう発言してない人、接続系の人多すぎるんで、もう何でもいいんじゃないですか。とりあえず3番釣って、それで村負けたら負けていいと思ってますけど、もう一進進行でいいんじゃないですか。はい。ぐらいですかね。もうそれ以上何も精査残せないでしょ。って思ってますけどね。あ、ごめんなさい。うん。で、5番さんに対して、メタの発言で白く見たくないって言っただけであれば、5番さん叩いたわけじゃないからね。9入れてたから、そういう思いがあるんかなと思ったけど、5番さん、それ、気分を害したなら申し訳なかったです。うん。で、ぐらいですかね。ごめんなさい。特にないです。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。6、3ロールを4強陣だと思いますね。はい。僕目線3黒出たんで、もう3つったら一番早くゲームが終わるかなと思ってます。もし3つって終わらなかったら、まあ、4、3ローローもあるかなと思うんですけど、4番さんから、なんだろう。なんて言うんだろう。生存欲全く感じないか、4番さんどう見ても強靭じゃないこれ。6番さんで落ちちゃうでしょ。6番さんの方がだって生存欲あったからね。で、4番さんがそこまでなんか強靭のフリーしたローには見えないから、まあ、まんまの強靭じゃない4番さんって。なんか5に黒出してんだけど、まあ5は騎士じゃなくてよかったねってくらい。まあ俺も3黒出たから3黒出たんだけど。
まあ、3つって4でもいいし、4つって3でもいいんだけど、一番早く終わる可能性があるのは3つって4だから、まあ、3番いってほしいかなって思います。はい。3つって終わらなかったら4つってくださいって感じ。まあ、4はローないと思うけどね。3つっては終わると思いますよ。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今日はもう4番さんかな。はい、もう一番白、一番新進行でいくね。1番さん、トリッチお願いします。1番のプレイヤーが発言します。はい。1級ロロ4強人ということで、4番さんは7に入れてください。1級も7に入れます。4番さん強人で1級ロロでした。7番に入れます。4番のプレイヤーが発言します。あ、はい。ちょっと、ゲームになんなくて、そうですね。5に出ます、とりあえずは。5番のプレイヤーが発言します。うん。2番、わかったか？感情でゲームしちゃいけないんだよ。偽なやつを釣るんだよ。9番のローなんかスケスケだろ、発言で。うん。9番にいる誰よ、9番のローしかありえないから。ゲームをしろ。自分の感情で6が腹立つからって言って、結果どうだった？死んだっただろ。4番なんか偽だっただろ。1番がマットなこと言ってる人狼だっただろ。進行としては1か4に行くべきだったよ。最後の最後まで、8が村なら、発言してないから、黒いじゃないよ。発言したけど9は黒いんだよ。完成センスを磨け。2番も。ムカつくから6番釣るんじゃないんだよ。黒要素がないんだったら6は釣っちゃいけないんだよ。ゲームをしっかりしろ。チンツル村負けるし。以上。7番のプレイヤーが発言します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。
私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。